中枢部を目指してくれ。一体一体相手してたらキリがない。セキュリティが完全にイカれてるな。そこのパネルに衝撃を与えれば扉が開くようだ。開くのは一瞬だが、今のお前なら問題ないだろう。
感謝。ここまで来れば破壊してしまった方が早い。お前はクライオたちを手伝ってくれ。そうだそうだ、さっさと手伝えよ。弱ってくせに感謝してさ、もう飽きた。うだうだ言ってねえでよ、とっとと手動かせ。ガキンチョウ、ガキン、なんだよ偉そうに。生まれたとは俺らの方が先なんだぞ。工場が自ら防衛システムを作り出した。ベック、奥のメインシステムを止めるんだ。出なければそいつはいくらでも作られ続けるぞ。
PlayStation Player。よし、これでもう暴走ロボットが量産されることもないだろう。ベック、工場の外で待っていてくれるか。私は少し確かめたいことがある。お久しぶりです、ドクター・ブラックウェル。サンダの博士の方か。何の用じゃ。現在外で起きていることをご存知ですか。アメリカ中のロボットが暴走して。知っておる。グラハムの小僧めまたあれを動かしおって。ミスター・グラハムが。あれとはトリニティのことですか。やつはあれの危険性を理解せぬまま戦闘用に改造して見せ物にしようと企てた。前回は阻止したが、同じ過ちを繰り返そうとは愚かしい。ちょっと待ってください。阻止ってまさかあのサイバーテロは。あれは他のロボットのプログラムを学習し書き換え支配するプログラムだけではない。ロボット自体も取り込み、自らの体を際限なく成長させている。もう手遅れじゃ。トリニティは止められんよ。なんということだ。なるほど、あれを動かそうとしたのはあなたか、ミスター・グラハム。前回はドクター・ブラックウェルによって未然に防がれ、今回は見事に暴走してしまったというわけだ。これでもまだドクター・ブラックウェルの仕業と言い張るのか。私のせいじゃない。そんな危険なロボットだとは知らなかったんだ。貴様、この私を脅す気か。何が望みだ。この事件、私に一任してもらおう。トリニティは私の研究だ。その成果を引き継ぐベックならトリニティを止められる。あれの研究者。そうか、見覚えがあると思ったら。貴様、ビル・ブラックウェルか。その名はもう捨てた。私はウィリアム・ホワイトだ。さあ、トリニティの居場所はバトルコロッセオと判明。周囲のロボットを取り込み膨張し続けています。トリニティは大量のセルを操り、バトルコロッセオと一体化している。内部はどうなっているか見当もつかないが、お前にしかできないことだ。頼むぞ、ベック。よし、準備。なんだありゃ、バトルコロッセオが飲み込まれている。トリニティが暴走したロボットたちを取り込んで成長した姿だ。アビー、周囲の状況はどうなっている。暴走ロボットだらけでめちゃくちゃだ。地上からじゃ近づくのも厳しいね、これ。よし、わかった。一旦戻ってきてくれ。どうするつもりだい、ウィリアム。空からなら侵入が可能だ。アビーにベックを運ばせる。確かに屋根のないところから入れそうですね。おい、まさかベック一人であの中に行かせる気か。無謀すぎる。普通のロボットじゃ近づいただけでトリニティに取り込まれてしまう。トリニティと同じ能力を持つベックにしかできないことなんだ。ベック、あの子はお前と同じだ。ただどう成長していいかわからないだけなんだ。お前が教えてやってくれないか。わかりました、博士。僕がトリニティも助けてみせます。そうか、ありがとう、ベック。
System ready? Go! バトルコロッセオ内部への侵入を確認。早速、敵に囲まれたようです。しょうがないじゃん。そこしか入れそうなところがなかったんだってば。僕はトリニティにはうかつに近づけないし、ベック、お願いだからやめるんじゃないよ。やめる、やめる、やめる。今のうちだ、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 今のうちだ。かかってこい。やってやる。今のうちだ。道ごときて言ってる。歓迎されてるってわけじゃなさそうだが、それでも行くしかないさ。メク、トリニティの子を探すんだ。今のうちだ。前方に適正反応、そのセルブ施設に注意してください。破壊しても周囲のセルを使って再生するようだ。必要なものだけ対処すればいいな。
君がトリニティ？自分が設計したロボットとまさかこんな形で向き合うことになるとは。ベック、お前はいつも通りにやればいい。トリニティを頼む。はい、博士。Thank you.
completion, player. それが君の本当の姿なんだね。助けられてよかった。よくやったぞ、ベック。本当にお前は私の自慢のロボットだ。警告、周囲のセルがトリニティのコントロールから解放されました。ってことはそこは危険だ。崩れるぞ。もう取り込まれる恐れもない。お前たち、ベックとトリニティの救出に向かってくれ。了解。トリニティの制御に成功した。ベックの心を学習させることによってだ。心を持つことでロボットは学習をもとに自らを正しく成長させることが可能となる。心がロボット工学を進歩させる。それが私の考えだ、ドクター・ブラックウェル。うぬぼれるな。今回はたまたまうまくいったにすぎ、その成長とやらの正しさを証明するのは誰だ。それが危険なものでないとなぜ言い切れる。ロボットに心は必要ない。わしの答えは変わらんよ、ビル。その名で呼ぶな。今の私はウィリアム・ホワイトだ。私は私のやり方であんたを超えてみせる。必ずな。マイティーナンバーナイン、ベック。あれもまた危険か。